しみ方というものを提供するものがあります。So first of all, what I would say is that、our team at Women Factory, we don't do virtual technology. We always focus on live entertainment. So all the technology and everything that we're using and doing is always to bring people together in the public space and not in the virtual world.我々がモメントファクトリーでやっている、我々のチームがやっている作業は、バーチャルテクノロジー、その仮想技術というものを一切使っておりませんというのか、我々は常にライブエンターテインメントを対象として、このような作業をやっております。なので、いわゆるそのパブリックの場所にたくさんの人に集まっていただく、まあ、それをその趣旨で、それを趣旨として、我々はこういうものをやっております。So the R&D's, the R&D team approach, Moment Factory is really to hijack all these new innovation and technologies that are bringing the human more virtual. And the one that we're exploring over here and over there is、the video games. So right now we ask our question, how can we apply all these innovation in video games into the real life? So what you can see on the other room is really enhancing sports, enhancing Kendo as like music artists or performers using interactive video game technology.我々 その研究開発チームとしましては、まあ、様々なそのイノベーションですとかテクノロジー、こういうものを発布する。で、それをまあ今度、いろいろなその環境にもたらすということで、今そのテレビゲームをね、それを考えております。で、まあ、実際にその、ゲームの世界をその実際のこの環境に持ち寄るというようなことをやっておりまして、それをすることによってスポーツそのものをさらに、その強化する。スポーツに限らず音楽ですとか、あのそのケントさんのそのダンスですとか、こういうパフォーマンスをその対象とするということをやっております。So by doing this,、we did our exploration and we have、two very big、bottleneck or limitation for exploration was the sensors and the tracking was not fast enough and the projection was not fast enough. So we took care of all the middle of the pipeline. So we worked with Panasonic R&D.And they developed this new very, very high-speed tracking system and very high-speed projectors. So then we can have the full pipeline into enhancing sports because we need this real-time accuracy.まあ、実際にこれをやるにあたって2つほどそのボトルネックがありました。というのは、このようなその動きをその、実際に追跡する、その追跡するセンサー、それから実際にプロジェクションするときの映像そのもののスピードが速くなかったわけです。我々が担当しているのはその真ん中の部分なんですけれども、ただその紙、紙のところが十分速くなかったという問題がありました。そこでパナソニックの研究開発チームの方が、極めてこの高速の、その追随、システム、それからそのプロジェクションシステムというものを、見出すことによって、リアルタイムのこういうものを作り出すことができたわけです。So now you can see there's three different installations and the Kento Mori show that you can explore. There's one installation that is kind of easy access with the baseball. There's one which is really like more agility and physical enhancement. And another one which is for the audience, to have more entertainment for the audience, which is the ping pong. And you can see the ping pong ball is tracked, projected on, so you can see how fast and accurate.The Panasonic technology is, and the enhancement. そして、まあ、今回3つの、インストレーションを用意させていただきました。まあ、1つはその、その健闘おじさんのパフォーマンス、もう1つは、まあ、実際に、その野球をテーマにしまして、どちらかというとそのアクセスしやすいもの、どちらかというとその体の動きというようなものを示すものになっております。そしてもう1つが、オーディエンスの方が楽しんでいただけるということで、これは卓球なんですけれども、ボールをしっかりと追随するトラッキングし、それがプロジェクションされます。でこれが極めて正確に、トラッキングされているのを目にすることができますので、まあ、パナソニックさんの、技術、まあ、これがそのいかに正確で速いかということを、目でも確認していただけるのではないかと思います。So when you go over there, you can experience a little glimpse of the future. And when you can, if you can imagine when all this new innovation in biotechnology, in robotics, in sensing technology, you can add on top of this, and augmented reality, you can really see where the future of sports would go. 実際に皆様もこれを体験していただくことによって
将来、今後の未来というものを、今から若干こう感じていただけることができるのではないかと思います。こういうような新しい技術に、バイオテックですとか、そのロボット工学ですとか、センサーの技術が加わることによって、いわゆるその将来のそのスポーツ、未来のスポーツに、導入されるこの AR、こういうものを楽しんでいただけるようになるんではないかと思います。以上です。ありがとうございます。いや、素晴らしいような話を伺いました。実際に隣のホールでご体感いただけますので、まだという方はぜひ体感していただく、けると思います。そして、見る側だけでなく、実際にプレーする側も影響を与えるかと思います。テクノロジーがスポーツに、そして、プレイヤーに、及ぼす影響なども、含めて伺ってきました。為末さん、オリンピック3大会連続出場するなど世界のトップアスリートとして活躍されてきましたが、アスリートから見てスポーツの世界にこのようなテクノロジーが融合されていくことについてはどのようにご覧になってますか？はい、先ほど見せていただいて、ハードルはないのかなと、ハードルなかったらちょっと残念なんですが、2つあると思うんです。1つは、既存のスポーツがどうやってテクノロジーで選手が強化されたり楽しくなるかということです。で、もう1つ、こっちの方が未来にインパクトあると思うんですが、そもそもテクノロジーが組み込まれたスポーツが新しく出てくるっていうことだと思うんですね。で、スポーツ界で、一番直近のテクノロジーっていうと、レザーを持ってきて、その中に綿を詰めて作ったボールっていうものが出てきて、それでバスケットとかラグビーとかサッカーというのが生まれたんですが、実はその後に新しいテクノロジーっていうのはスポーツのルールの中にまだ組み込まれていないんですね。で、おそらく先ほどの映像のような映像がそもそも入った状態の、テクノロジーっていうのが使われた状態のスポーツっていうのが新しく出てくると、これが、なんでしょう、また全然違う次元でスポーツっていうのを進めてくれるんじゃないかと思います。で、今大きな流れで起きていることっていうのは、非スタジアム化のスポーツが大きくなってきてます。私が現役の頃はほとんどスタジアムの中で行っていましたが、今回スケートボードが入りまして、それからサーフィンですね、あとはボルダリングもそうですし、全部スタジアムの外で行われているっていうのが大きなトレンドです。もう一つは小スペース化、小時間化、それから、少人数化ですね。例えばバスケットボールが5人から3人になったり、サッカーのフットサルっていうのが新しく始まってきて、これは多分都市に適応したんだと思うんですが、何が言いたいかというとですね、サッカーは11人であり、陸上競技は100メートルの走りっていうようなスポーツっていうのがどんどんと変わっていく中で、テクノロジーとこう新しくどんどんが生まれていくかっていうのはすごくこれから楽しみになるんじゃないかと思いますし、結果としてそれはバリアフリー化してパラリンピックとオリンピックとの間をつなぐようなものも出てくる可能性があると思います。で、私は選手としては視覚的な影響っていうのは選手にものすごく大きいので、実際に海外のリーグを流したとかにその国のスポーツのレベルが上がるっていうぐらいに人間見てるものは真似できて、それが実践できるようになるところがあるので、このようなテクノロジーの影響で、子どもたちを含めていろんなプレイヤーのパフォーマンスが上がっていくっていうのはすごく楽しみかなと思っています。未来にどんどん多様化していくスポーツ、我々はどんな新たなスポーツを楽しむことができるのか、こうやってお話を伺うだけでもワクワクしてまいります。そして、スポーツ界のテクノロジーといえば、いわゆるアスリートの技術向上などに使われてきたイメージも我々ありますけれども、ドミニックさんの映像でも感じました、最新のテクノロジースポーツと融合するとちょっとコンサートのような雰囲気で感じ取れた方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。エンタメというか、エンターテインメントのようなこう輝かしさや楽しさが溢れている、そんな映像を皆さんご覧いただけたと思います。そういった意味では、ワールドクラスのアーティストのエンターテインメントショー参加されてきました。ケント森さん、常に世界的な、そして、規模の大きな最先端のテクノロジーなどエンターテインメントとして参加されたりご覧になってきていると思います。アーティストとしてエンターテインメントに関わる方として、このオンイベントのような取り組み、テクノロジー、どのようにご覧になってますか？僕自身ですね、自分が、このモーメントファクトリーの、ドミニクさんはじめ、このクリエイティブチームの人たちが作った
ステージっていうのを一緒にこう表現、それをあのオフィシャルの場所にするっていうのは実は今回のやつが初めてで、はい、で目にすることはもちろんあって、でモーメントとは、この3年半ぐらいあの自分のプロジェクトでもずっといろいろ準備していたりとか新しいものをクリエイトしてきてるんですけども、まだちょっとお披露目前みたいな状況ではあるんですが、僕が先ほど名前出たそのマドンナっていうのは常になんか時代の先を未だにこう見せていってる本当にあの偉人だと思うんですけれども、その自分がやったワールドツアーの次のツアー MDNA っていうツアーなんですけど、それの、招待とかいて僕はあの本当にお客さんとして見に行ったんですね。でそれが2011年とかだと思うんですけど、あのステップフルセンターで見たのが本当に自分が参加した見たものっていうのをもう本当正直大きく大きく超える、なんかこう今まで見た中のライブショーで一番すごいと思うぐらいの衝撃だったんですよ。でそれをその時は知らなかったんですけれども、そのビジュアルクリエイティブやってたのがモーメントファクトリー で僕その時まだ知らなくて、なんだこれはと、で自分はその現場を知っていたんでそんなに驚きないのかなぐらいに言ったんですよ。そしたら本当は顎外れるような感じで2時間3時間ずっと突っ立ってたみたいな感じで、その後スーパーボールのハーフタイムショーをテレビで見てて、またそのマドンナが本当に時代を変えるぐらいのステージをやってた。それも後から知ったんですけど、モーメントファクトリーの彼らがやっていて、なんか今まであったステージのこの場所っていうのを大きく変えた、時代を変えた。でこれはなんかビハインドにあるのはやっぱり先ほど言ったライブエンターテインメント、生っていうもののやっぱり感動をより深くより強くっていうことと、やっぱ挑戦っていうところがあって、今までなかったものをあるものにする、ゼロを1にする、なんなら今まで見れなかったものが見えるようにする。それこそ先ほども、ね、言いましたけどピンポンとかがある中で、ピンポンがただ卓球やってるっていうところの後ろにもう一つエンターテインメントが掛け算され、よりピンポンに対して魅力を持つ、よりエンターテイメントの魅力を持つ、スポーツじゃない人たちもスポーツの人もみんなその垣根がなくなっちゃうみたいな、だからそこがその僕自身やっていて感動しますし、と同時にこのパナソニックさんがやってるその技術が、まあ本当に僕がたとえ暴れるように動いても何やってももう本当寸分の狂いもなくついてくるんですよ。 0.0016 秒しか誤差がないっていう、だからそんな何ですかね、その技術とエンターテイメントで、これみんなが持ってるこの挑戦っていうところを軸になんか生み出されていくこの新しい世界っていうのが、本当になんならスポーツもエンターテインメント、エンターテインメントのスポーツ全部掛け算されて、技術もエンターテインメントになり、なんか全部がこう総まとめに一つになっていくっていうようなものが僕の中ではこう見えてきてるというか、そこからまた先ほどね、あの田瀬さんも言われましたけども、なんか新しいスポーツが生まれてきたりとか、少なくとも僕は絶対思うんですけど、新しいエンターテインメントは生まれると思うんですね。で今までなかったものが一つになり、一になり、でこれが次のスタンダードになり、次の常識になる。だから本当に今の新しいニュースタンダード、常識を作ってる現場だなというふうに本当思って、自分自身本当にこれに関わらせてもらっていることを光栄に、そして誇りに思って日々過ごさせてもらってます。はい、ありがとうございます。確かに。特定のスポーツが好きである程度の知識があるから、それが楽しくエンターテインメントで見て取れるだけじゃなくて、それを知らない人までも巻き込む可能性がありますね、テクノロジーによって。そうですね、多分分かりやすいというのは非常に大きいと思いますし、オリンピックって100年、近代オリンピックは100年ぐらいなんですけど、もうちょっと前に遡っていくとスポーツ の語源はデコルターレって言われているんですが、この時には歌を歌うとか詩を読むっていうのも含まれていて、多分今英語でプレイって呼んでるものが全部そこに入ってたと思うんですね。でこれが今新しくまで入ってきてはカルチャルオリンピアドっていって文化面でやってるんですけど、まあそもそもアートとかスポーツっていうのは昔に辿っていくと実はあまり分かれてなかったっていうのは、だからなんかこういうエンタメとか見ていくと、あ、もう一回融合し始めてるっていう印象が。さあ、そしてですね、王さんにお話を伺いたいと思います。王さん、
テクノロジーを、まあ、いわゆる具体的な技術としてお子様から高齢の方まで全ての方に体験してもらえるような日々新しいコンテンツの開発取り組まれていらっしゃると伺っておりますけれども、スポーツなどいろんなジャンルのものにこの新たなテクノロジーを融合させるとき、どのようなことに注目されていきますか？そうですね、2つのアプローチをしてますね。まず1つはそのやっぱりもともとあるものにこうテクノロジーを使ってその魅力を追加するみたいなときに、もうすでにそのものについて